すごい素敵な空間で今日はお話を聞いたんですけど、本当にもうちょっとなんかわらぶき屋根の牛家とかね、一緒に話ができたらよかったなってちょっと思いましたね。なんか皆さんは私と同じぐらいの方もちょっと数人いらっしゃるようですけども、ふっと思うに日本はおそらくケナさんが思ってらっしゃる以上にすごくまだまだブータン的な本当に自然に近いものがすぐそこにある国だと思うんです。それがとても私はチャンスだなと思っていて、まあ、カオ川で農業をやって20年ぐらい前から夫がもう農業というものを捨ててきた国ですけれども、それでも本当に日本人の体の中に心の中に農民としてのものがあるなと感じて、田舎に娘たちはもう引っ越して家族を持っています。皆さんはそう、ぜひそんな意味では自然の中で暮らす喜びを感じてほしいんですけど、私は最初に子供ができた時に自分の育休にしてたのがデズモンド・モリスっていう人の書いた人間動物園っていうテキストだったんです。で、人間動物園っていうその彼の発想は、まあ、本来人間は自然の生き物であって猿に近いものだ。で、ただ毛がないだけである。だけどだんだん人間は自然から遠ざけて動物園の中に入っているような環境を作ってきた。で、そのことのために、まあ、本当に生きることが困難に、つまり彼は動物園の何て言うか動物を見る人だったね。デズモンド・ボリスって人、動物園で働いて、で今人間が生きることがとても困難になってきた、その自然から引き離されて動物園に生きていて暮らしている動物を見ているとほとんど人間と同じ困難を抱えている。まず食べるものを自分で獲得しなくてよくなると、ダメになるんですね、生命っていうのは。だから今は一生懸命動物園の中で動物たちに自分で探してこないと自分の食べ物にありつけないようにするとか、トンネルの向こうをくぐらないとその餌が手に入らないようにするとか、必死になってその動物たちが食べるものに自分から行かなきゃならないみたいな環境を作るようにして、やっとその生きる意欲を育てている。で、あるいは愛ですね。愛というのもそのつまりつがいで飼っていくと、そこにはもう愛が発生しないんだそうです。つまりセックスレスになってしまう。で、愛というのはつまり邪魔者が来ないと獲得する、自分でその愛すべき対象を獲得するっていう、そこにほとんどの愛というものの行為の原点があるんですね。もう手に入れてしまったものは面白くないんですね、多分。だから常に危険にさらされていて、この人を愛するのは獲得しなきゃならないっていう状況がないと愛というものは発生しない。だから邪魔者が来ないと本当に燃えられない。だから三角関係になったりするとすごく燃えるでしょ。私の方がいいのか、本当ないなのにとかっていうのは実際すごく生物的なものであって、囲いの中にちゃんと無事に鍵もかけて他に邪魔者が来ない環境ではあまり愛はそそらないみたいな意味で、まずセックスレスが発生する動物園、そしてまず、ホモセクシャルもたくさん発生します。それからあとは近親憎悪、肉親こそがその嫌であるという感情、あるいはもう少し経つと自分を管理している、例えば動物園の象が自分の飼育係を殺すことの時があります。自分の生活、生命の何鍵、生か死かを握っている人、それに対するやっぱり肉親っていうのが出てくるというふうに言うと、それは全部動物園で起こっていることが今人間社会の中で一番大きな問題なんです。それは自分から自分の生命を支えられない、人に管理されてしまっているということによる恐怖ですね。そして生命体としての自然のその欲求とかあふれるその生命力とかそういうものがなくなってしまうっていう、だからその鬱とか
のようで、まあ、そういうような精神的な障害というもの、ほとんどの動物園の動物たちは持っているそうです。健全な動物を動物園で健全に育てるのはとてもない。だから私たちがさっき言った開けなくても勝手に戸が開いてしまう、長男じゃない、私は自分で開けたいのにっていう、そう、なんかそういうようなことを私たちはこれから感じていかないと、本当に管理社会という言葉がありますけれども、この本当にそうなってしまうとたった何十年になります。私は自分の子供の頃を思うと、まだまだ自然の中で大変重いものを担がなきゃいけなかったし、開かないとも開けなきゃいけなかったしっていう意味では、自分が一歩前に行くためにすごく自分で自分をこの鼓舞しなきゃいけないとか、そういうことがあったと思うんです。まあ、幸いにして今より貧しかったために食べるということもとても嬉しかった。今食べるということはともするとそう嬉しくなかったりする。で、私は自分の子供を育てるときに、やはり私たちってこの現代の社会の中で子供を育てるってやっぱり動物園化してるんですよね。自分が育てた野菜じゃない、どっかから、でも飼育係やってるような気持ち、いや、子育てしてる最中の人います？ちょっとだけ飼育係になったような、なんか不安があるじゃないですか。毎日毎日ご飯作ってるんだけど、でもそれは本当は大きな喜びじゃなくちゃいけないんだけど、なんとなく行き詰まっちゃう。このメニューの少なさもそうだし、買ってきて作ってっていう、できるだけ加工してあれ使ってきてとか、おしまいに弁当買ってきて食べさせちゃうとかっていうような、でそれって結局飼育係としての関係がすごくこう一対一なんかこう行き詰まっちゃう感じ。私は飼育係になるつもりで親になったわけじゃないけど、そういう役割を果たしてる関係になっちゃう。だから命として母親であるというよりはなんか役割として、だから皆さんもこれからコミュニティ、まあ、もちろんこのローカリゼーションのまず最初は私たちってそういうふうに大きな器に入れられることによって、それぞれが別々のケージに入れられてしまっているような、動物園の中の動物のようになっているというのがすごくヒントになると思うんです。そうすれば檻から出て自分でコミュニティを作るか、一緒に暮らしたい、一緒に暮らだからヒントはね、人間っていろんな動物の中で唯一ちゃんとコミュニティを昔から、つまり何万年前からコミュニティを作る、家族だけじゃない、コミュニティ。それはなぜかというと、人間が生まれてから大人になるまで時間がかかりすぎるんです。十何年もかかるじゃないですか。で普通動物って数ヶ月で自分で ご飯を食べられるようになったり、ただ1年経てば大体鳥だってみんな育っていっちゃう。何十年も、それは脳細胞、その人間という動物の構造が大変時間のかかる動物、それを作ってしまったために大昔の人間たちもとっても大変、母親が一人では育てられない、社会が育てなければ人間というものは育たないということで、コミュニティを作ってきたというふうにある人が書いて、とっても納得がいく。今ね、ちゃんと一人の親が一人の子供を育てられなきゃいけないみたいな、結局家族にしちゃったの一体誰なんですか、もう大変です。だから大変にしてしまった何もかも、愛し合うことも、それから育てることも、何か難しい、そして今や国家だって目に見えない大変なものをぶち上げてですね、ぶち上げてるのか、まだ何もそこから北朝鮮はミサイルを撃ってくるわけじゃないんだけど、この国は核を持たないと大変なことになるみたいな出来事まで作り上げて、恐怖を作り上げて私たちを奮い上がらせて、そして大きな権力のもとに支配されて、ここの大きな権力がもっと大きくならなければ、国がもっと強くならなければ、国の経済がもっと強くならなければ、私たちは生きていけないという恐怖の中に置かれちゃってます。でも思い出さなきゃいけないのは、先ほどあった人間的な規模、私たちが生きていける、まあ想像したときに、なんとなく顔が分かってる安心感みたいな、そういう規模のコミュニティを身の回りに復活させることが大切なような気がするんですね。だからまず、だからね、毎日ご飯作って子供一人に食べさせてるのはいけないんですよ。
これで5人も6人も子供がいたら少し楽なんですね。私は自分が子供が最初一人だった時に思いました。この行き詰まりかは何かに。でそう思ってみると、もったいないのは一つの台所で作ったものを一人とか二人とかで食べてるっていうこと自体もう全然もったいないんです。一つの釜で作ったものを10人20人で食べるとめちゃくちゃ省エネです。お金だってすごくかからなくなる。だからその意味でも都会でもいいから、もうなんか村みたいなもの、村っていうと原子力村とかいららしい言葉に使われましたけど、共同生活みたいなものも一つのアイデアです。でそして、まあ、地域通貨っていうこともありましたけども、あのそれなりの規模のコミュニティが見えてきたら地域通貨っていうのはあるし、あの今私は鴨川自然王国っていうところで、王国っていうか全然ちっちゃいです。ただそこら中に自然があるから、これ全部共有できるよねっていう意味で王国っていう自然だらけで、私の夫が最後に、自分たち一瞬何がこれからあの、まあ、農業っていうのは農業生産物を売ってお金に換えるっていうのを持ってきたからどんどんダメになった。でも本当は土の上に育つものがあるということ、それを食べて自分の体が、私はだん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 人間っていうのは土から遠ざけられてきたので土って感覚が持ちにくくなったと思いますけど、ヒントは体、体は土だと私は感じてます。体の中に私たちは毎日ご飯を食べてせっせと耕して、そしてここにたくさんの微生物を育てながら毎日毎日ここです農業をやってます。それと同じことが土の上で行われている。だからそんな風に思って、農業って遠い話ではなくて毎日ご飯を食べるってことも農業だ、だから丁寧にやってみようかっていう、食べるものを自分で作る、まず自炊、自炊は一つのヒントだと思います。地産地消のもうちょっといったところに、自産自消、自分で作ったものを自分で消費するところの喜び、もっとその先に、その農業というものを、まあ、あのこれを夫が言っていたことですけど、なぜ農業なのか、農業をどうやって守っていく、その農業という文法の上に教育、そこで子どもが育つ教育があり、そして体が癒される、そこで育つ医療があり、それから、レクリエーション、農業は楽しいよ、その何もあってこうやって、あなんかあのアスレチックに行ってこうやってやらなくても十分体を動かせるので、農業は体にとってのスポーツでもある。だから今私たちはそれを全部バラバラにしてお金を払ってしてますけれども、それを全部農業という部分の上に乗せてみればたくさん得るものがあるということを、あの、なんとか農業に入っていきながらも多少そこに文化が生まれたり、お金も多少あの稼げたりするようなことを模索しながら、反応反映する言葉がありますけれども、能的なことを一つあの感じながら今と時代を生きていけば、少し半身ぐらい動物園から体を出してぐらいの感じの自律的なのびのびした気持ちは復活できるのかなというふうに思ったりします。あの今日はもう時間を私はいただいているわけじゃないんですけれども、ぜひぜひあの伸び伸びと自分が生きるって、ね、幸せだとか愛だとか全部遠いところに行って何か獲得しなきゃいけないみたいなものになっているので全部体の中にあるものだ、生きるっていうことの生きる、体自身が感じる生きているっていうことのこの脈々とした何か、これこそが私は幸せなんだ。で、これこそが愛なんだ。だから難しく考えすぎない。